よし、始めるか。新たなバイキングの冒険を。なんだ、ニューゲームプラスが知らんうちに実装されてなかった。殺害者を探してる。殺害者はエイトリの南東部。
小舟とかもねえのか。なんか船を呼び方がいつもと違う。
ほっといてくれ。結果の総括。疲労の最速はハングリア。安静時の心拍数で5鼓動、さすがだ。2位はブランドリ、6と半鼓動。3位はトルンダット、遅めの9鼓動。そしてゴームリグルは終了できず、すごい落下だった。彼の折れた足が元に戻ることを祈ってお大事。こんなもんか。役立つ会社だ。
力を貸してくれ。Thank you.
んこ。何が見える？見逃してやる。いいか、俺が怒ったらただじゃ済まないからな。ごちゃごちゃうるせえくっさな。誰かが矢で射抜いちまったらどうするんだ。ただ使い手で幸運だったな。ああ、それにあんたがあのクズどもよりはるかに強くてついてたよ、高き者。実に見事な腕前だった。よければ礼をさせてくれ。と言っても荷物を燃やされたから手持ちはないがな。ヨルゼイグルの隠れ場に立ち寄ってくれ。渡せるものを探しておく。そこに行く機会があれば喜んで。もっと手強い敵を探してるなら、近くに奴らの長がいるらしいぞ。始末してくれたら助かる。東にある二つの黄金の峰のことをよく聞いた。間のどこかにきっといる。東にある二つの黄金の峰の間か、うん、ああ、まあその奴らに会ったらよろしく伝えといてくれ。つまり頭を切り落としておいてくれってことだ。それじゃあヨルゼイグルの隠れ場で。俺は酔ってるかもしれないが、また会えるのを楽しみにしてるぞ。ヨルゼイグル。おお、ここの鍛冶屋かな。別の手がかりか。ドワーフが言っていた場所が分かった気がする。ウッテングの石膏。
無理じゃん。遅い、どんどん行くんだ。冬の力？おそこから湧いてくる。あれは、あれか。なんだっけ。
なんとか。とりあえず一旦鍛冶屋行くか。あれ、いねえじゃん。あんたを手伝いたいけど、兄弟たち、俺たちは皆同じ嵐に翻弄されてる。いい眺めだ。矢が少ない。高き者、我らが小さき楽園を見つけたな。さあ、ほら、あんたに渡したいものがある。我が命の恩人にな。外の世界を忘れるのにもってこいだな。感謝して受け取ろう。うまく使う。ああ。苦しみを命じた者が誰であれ、見つけ出し、阻止する。あたりを見せてくれ。プリンコ。
払いて。メンベルが紋章を目にしたのはこの辺り。見つけることができれば死亡者もわかる。このような高揚感の中ではラグナロクのことを考えるのは難しい。嵐はいつ起こる？明日か、またまた遠い未来か。きっと後者であるに違いない。ロキを牢に入れたのは奴がバルドルの窮状をもたらしたからだ。奴の息子も我が手によって縛られた。するとはどうだ。予言では奴にもラグナロクでの役割がある。今はただ我が子をさらったものであり、黄昏をもたらすものではない。だがバルドルを無事取り戻した暁には軍を立ち上げ、ムスペルヘイムを征服する。一切の容赦なく。大丈夫か？ここは危険だぞ。危険？何？この町はスバルト・アルフヘイムの宝石だ。ここほど安全な場所はない。実は息子が落としたおもちゃを探しててな。まあ家には十分すぎるほどあるんだが。だがもう戻らんと神さんが心配するしな。来てくれよ。少し話そうじゃないか。息子に紹介したいんだ。あいつずっとアース親族に会いたがっててな。さて、あんたの懸念はわかるよ。聞いた話じゃ炎の巨人が来るらしいな。スバルト・アルフヘイムで何をする気なのやら。いや、この近くにすらすでに現れている。隠れ場を探した方が身のためだぞ。アース親族よ、空想の際でも名を馳せてるらしいな。なあ、トールに会ったことは？近しい関係だ。息子はトールの冒険談を聞くのが何よりも好きでな。時間があるならその話をぜひ聞かせてほしい。先に進もう。ああそうだそうだった。仲間はどこにいる？仲間？ああこの辺りだ。多分窓から俺たちを見てるだろうが気にするな。滅多にないことだからな。アース親族が。どうした？許してくれ。俺はあんたの名を忘れちまった。アース親族と呼び続けるのは霊を書いてる気がして。名は多い。友はハービーと呼ぶ。お前もそうしろ。ああ、ありがとう。ハービー、いい名だな。家に向かおう。お、ああそうだったな。なんだ怪しいなこいつ。着いたぞ。
の家はすぐそこだ。足元に気をつけてくれ。神さんが今朝ちょうど綺麗な緑を植えたんだ。だから、あんたあれが見えるか。何のことだ。炎の巨人が入っていった俺の家に。バカだ。どういうことだ。おもちゃの土、これは。ミョルニルだ。息子の大事なものを教えてくれ。トールに会ったことは？ああ、先ほども言ったように我らは近しい関係だ。息子はトールの冒険談を聞くのが何よりも好きでな。時間があるならその話をぜひ聞かせてほしい。息子はここにいるはずなんだ。いつもそうだ。あいつはここに。どういうことだ。友よ、この場を離れるべきだ。危険なことはもう分かっているのだろう。危険？何？この町はスバルト・アルフヘイムの宝石で。うん、よく聞け。お前の妻と子はここには戻らん。この町に戻るドワーフは誰一人としていないのだ。きっとお前以外はもう死んでいる。炎の巨人に殺されたのだ。他に説明がつかん。それはあんた思い違いか錯乱か悪意だろう。どれかは分からんが、どうでもいい。出てけ。俺の家から出てけ。周りを見ろ。家などない。あるのは墓だ。出てけと言ったろ。ここから出てけ。あんたを招待しよう。ぜひ息子の話を。息子の話を。あいつはどこだ。息子はどこ行った。あいつらはどこだ。この場を離れた方がいい。お前も見つかるぞ。出て行け早く。分かった。一応言う。残念だった。警備が厳しい。
暗殺。
何こいつマジで。ふざけんなっての、マジで。反則だろ。気分のね、やめよう。